大きく変化する長崎県をしかとご覧あれ。ふるさとがぐっと身近になる身近な長崎。今月23日いよいよ西九州新幹線が開業しますね。長崎から博多までの所要時間は最速で1時間20分、今までより片道30分往復1時間も短縮されるそうですよ。県外からのアクセスも便利になるので長崎をぐっと身近に感じてもらえそうですね。そんな新幹線の開業に向けたイベントが県内外で行われているんだ。誰か調べてくれないかい？はい、私が行ってきます。まずは8月7日に行われたかもめフェスの様子をご紹介します。ハッピーバースデーの音楽とともに新幹線かもめがやってきたわ。みんな笑顔で歓迎しているわね。このイベントは新しい街と新幹線かもめの誕生を祝って沿線の5つの駅で開催されました。長崎駅のホームには市民などおよそ500人が集結。長崎交響楽団と長崎大学ジャオドリ部が迫力ある演奏と踊りで会場を盛り上げました。車両見学では参加者が座席に座るなどして開業への期待に胸を膨らませていたわ。多分これがあればもっと便利になったりとか乗り心地がすごいいいなと思ったので楽しみにしてます。やっぱりね、今までのかもめと違って中も広いし席もなんか気持ちが良くていい匂いがしてワクワクします。うん、旅に行きたくなりました。はい。西九州新幹線のイベントは大阪でも開催されました。うわー、すごい。大阪駅の構内が西九州新幹線の PR で一色だわ。今回大阪駅で行われたのは長崎県西九州新幹線開業1ヶ月前イベント。長崎県の大井七次と西九州新幹線長崎県広報大使の長濱ねるさんが開業で変わる長崎県の魅力について語りました。ぜひ来ていただいて、準備万端でおもてなしをさせていただければと思っております。この西九州新幹線開業した暁には長崎県民の方も大阪にぜひ旅に来ていただけたらなと思ってます。他にも関西の有名シェフが長崎の食材で作ったテイクアウトグルメの限定販売や長崎の21市町の PR ブースやお店が大集合する長崎観光物産展が開催され、多くの方が長崎の魅力を感じることができるイベントとなりました。いろんな地域のところの特産品の話を聞いているのが楽しかったです。早く乗りたいです。実家帰るときに使えたらいいですけどね。もう大阪から行きやすくなって便利になるんでいいかなとは思いますけど、ぜひ乗ってみたいと思います。県内外で西九州新幹線への期待の声が上がっています。開業が待ち遠しいわ。今月23日に開業する西九州新幹線、博多から長崎までは片道6050円です。お得な切符もありますので詳しくはウェブサイトをご覧ください。県民の皆さんにもぜひ新幹線を使ってお出かけしてほしいです。そうだね、西九州新幹線かもめに乗るしかない。しかだけに。